毎日投稿アイドルフルーツポンチのあかね、はるか、ソルとポン。本日の企画は真冬に寝ているメンバーの隣を冷たくしてみた。イエーイ。アイスを作るみたいな。はい、そうです。はい。なんかさ、夏やったらさ、しほんちゃんかですね。ちょっとなんか長い間休憩の時間があったよね、で外に行ってって帰ってきたらしほんちゃんが寝てたんですよ。なんか、はい、寝てるから静かですね。しほんちゃんの寝顔を見ることもできて、わーやっぱ嬉しいね。だからもうこんなチャンス、はい、なかなかないからね、はい、静かにやっちゃいましょう、はい、それではやっていこう。フルーツポンチ、フルーツポンチには公式 LINE があります。動画内に出てくるキーワードを公式 LINE に送っていただくと消えると限定画像、限定動画がもらえます。ぜひ送ってみてください。お願いします。お願いします。じゃあ準備したものを出していきたいと思います。はーい、起こさずにポパパってやらなきゃ。そうだよ、それ大丈夫。昔一番危ないなって。なんでよ、遅めや。遅いし、鼻息荒いしね。鼻息でさ、これ冷たくなって触れそうだよね。この香りはね、あの袋、そう、これに何個か入れて、うん、体の周りに置いていきたいんですよ。そうそうそう、だから今からそれを作っていきたいの、起きる前にね。やってきます。だから作っていきます。今から無駄工作。ブガではない、はありがたい、回る、ブガの見せるのよ、ありがとう、回ろう、うわぁ、うわぁ、しおかり、しおかり、どうすればいいの、やぁ、すごい、あ、私、1個も入れてないけど、ちゃんとやってもらえよ、うるさいし、し、まずこの落ちてんの拾わなきゃ、あ、でもさ、しほんちゃん、昨日結構遅くまでね、あの LINE とか返してきたんだけど、確かに、そうじゃん、そう、結構ね、多分寝てないと思うんですよ。しほんちゃん、結構なんか、あの、なんか早い時は早いじゃん、でも、昨日忙しかったのか分かんないけど、そう、はい、こんぐらいにしてください。はい、皆さん、OK ですか。これを体の周りに置いていきたい。なんか、保健室のさ、見た、こういう、なんかさ、頭とかぶつけたらさ、そう、こういうとこぶつけたらとかね、そう、あるよね。はい、うるさーい、一番うるさい、うるさいから、ね、なんかさ、ダッキーとかってさ、静かにとか言うじゃん、ダッキーとかってさ、っていう声めっちゃうるさい、それな、わかる、痛いな、なんか、うん、ちょっと待って、あー、ほんとに怒る、なんでやねんなー、マジでマジで、マジで、静かに、しほんちゃん、凍りそうじゃない？凍りそう、なんかちっちゃい凍りますね。ちっちゃいからさ、あの、向こうってさ、ベッドなんか、あの、直当たるやん、うん、そう、冷房もつけるんですよ、今回。そう、そう、16度か18度か、最低気温ですよ。うん、じゃあ、一通りこれができたんですよ。はい、なんで、これを、しほんちゃんの周りに置いてくか、あ、そう、で、ベタたちも開封していく。ヒヤピタ、ヒヤピタ、ヒエの方、ヒエ、ヒヤピタ、ヒエ、作戦会議しよう。いいよ、まず、これをしほんちゃんの頭の下に入れるだけで、その前に頭をゆっくり上げるだけで、あ、それもいいか、誰が一番あれかな、ヒヨ、ハルカじゃない、ヒヨ、ハルカが頭を上げるから、その間にどっちかがサッて入れてね、じゃあ上がやろうかな、入れれる、入れる、頑張る、頑張れ、じゃあ私は、その間にもうヒヨピタを体に貼って、足の下にこれ入れようかな、あ、いいね、いいね、いいね、向こうの部屋に運んでこないといけないね、確かに、はい、あ、これさ、頭の下、一回こうやって、一回こうやって、あ、ついた、あ、やばいね、結構やばい、一瞬で寒くなった、すごいね、ここが寒いもん、ちょっと待って、やばいよこれ、本当に冷たい、運んでいく、うん、運んでこう、じゃあちょっと運んできてと思います、はい、はい、はい、移動しました、はい、来てます、はい、来て来て、しわちゃん、来てますね、なんか倒れてるんだって、どういうこと、え、行きます、ヤホンヤホン、ノイズチャンス、え、じゃあしわちゃん大丈夫ってこと、
そうじゃない？いけるよね、多分。小学校のテレじゃない？イヤホン、イヤホンしてるよ。イヤホンしてる。舐め回そうかな。うん、舐め回しよ。舐め回しよ。近く通うかな、舐め回しって聞く。とりあえず、うん、ここに運んだからね、こういうのを、まあ、壁とかに貼ってきたい。ジェリーちゃん、こうやったらこうから。あ、ジェリーちゃん大切なんだ、うん、おいい匂いある。本当だ、エアポッツのケースか。かわいい。ちょっとこれ貼ってこう。これさ、ベッドの上乗ってさ、うん、乗ってさ、いいのかな、ちょっと、うん、ゆっくりゆっくり。あ、ここを踏んで、向こう側から。こい、こい、こい。はい。そういう感じ、舐めます、そういうことね。ネットリケーに貼り付けていいね。どうしようか、ここを貼ろう。足、この人間抜けですね、起きないです全然、ね、そんな相手にも可愛いくて可愛くて、ね、この行動、うん、あ、いいね、いいね。これ起きないって結構すごくない？すごいよ、この頭を持ってみる。手すぎたよ。やばいやばいやばい。当たりにしてますので。やばい、そうそう、なんかそうそう。じゃあ、アイス枕、頭上げてくれる？ゆっくり。足の上に乗ってみて。いきます。はい。失礼します。静かにね。あ、怖い。起きて起きて。連れて行ってみた。イエーイ、冷凍王国です。そんなドッキリ、どう、やばいやばい、やっぱしほちゃんアイス好きやから、そうそうそう、アイスにしてあげようかなって。冷房が冷たすぎる、早く切りたい、うん、16度、こっちのセリフくらいからなのに、うん、全部の温度持ってかれる、うん、ガチの冷凍されてカチカチ、こんなの寒いに気持ちいいよ。ねえ、夏のいい部位か、サビーカみたいになってる。ね、ほらドッキリだから続きしたいから寝て、もう一回もう一回寝て、お願いだから、もう一回寝ようじゃん、もう一回寝て、ちょっともう一回冷静したいから、もう一回寝て、疲れてんのに余計に疲れたわ。カメラどこ？お願いだからもう一回、カメラはあちらです、疲れてんだよ。はい、はい、今しほんちゃんが寝てます。はい、いや寝てますね、寝てますね、ちょっと貼っていきたいと思います。貼っていきましょう、楽しみだね。お二人ともせて声がでかいじゃないですか。
ベルが起きてます。冷えてる。冷えてる。お、冷たい。穴開いてるから氷直で行こう。おーい、やばっ。あー、寒い。あー、氷穴開いてるから直で開けるわ。あ、ふぉー。どう、セックス嬉しかった？うまくいったんちゃう。ねえ、待って、これ今日何度だと思ってる？外マイナス4度。マイナス4度今日。でもクーラーは16度。どうでしたか？やっぱりテイク2もあったんですけど、なんか寝てたんよ、で何してるか分かんないけど、いつもうるさいんよ。誰かな。誰だったんや。多分みんななんだけど、めっちゃうるさいよ。何をしたっけ？なんかうるさいことした？なんかあっちではしゃいでんのは分かったんやけど、何してるか分かんないから寝てたんよ。なんかこんな寒い。どういうこと？寒い。本当に。まあやっぱり寒すぎる。どんな起こし方がいいかなと思って、次の撮影もしたいからどんな起こし方がいいなかなと思って向いてたのがこの起こし。しわちゃん好きアイスやし。確かに。そうアイスになってほしかった。このままなんか冷凍人間になっちゃう。全部凍って死んじゃう。で次しほんちゃんを食べるっていう。だってマグロだと思ってたでしょ。しほんちゃんを試食してみたい。最後もうこれ魚に置くやつ。確かに。フルーツポンチ。どうでしたか、この寒いのは。本当に寒い。あ、冷凍庫にいる気分。なんかさ、バイトしてた時にさ、冷凍庫入ると同じ。そうなんだ。食材取りに行く冷凍庫で。でも懐かしの気持ちを思い出せてめっちゃいいやん。確かにいいね。よかった。この機会にね。いいじゃん、いいじゃないの。これがないと無理なぐらいだった気がする。いいじゃないの。じゃあ本日のキーワードは寒そうなしほんちゃん。冷凍シフォンでお願いします。お願いします。本日も動画見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画がいいなって思ったら、高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。また明日の動画を見てください。バイバーイ。